瀬戸市立小瀬戸小学校は、かつて愛知県瀬戸市小瀬戸町70にあった公立の小学校。瀬戸川の上流部に位置し、学区内の伝統産業は陶磁器産業である。1940年4月1日に深川神城小学校から分離され、瀬戸市小瀬戸神城小学校として創立された。戦後の1947年に、 瀬戸市立小瀬戸小学校に改称した。愛知県県主催の水質パトロールでは8年連続で最優秀賞を獲得している。2020年3月31日、瀬戸市の中心市街地の5校とに中学校を統合、義務教育学校の瀬戸市立に地の丘学園の開校により廃校。1947年度の児童数は588人を数え、 1957年度の児童数は595人、1967年度の児童数は474人、1977年度の児童数は408人だった。しかしその後は児童数が年々減少している。1997年度には201人となり、1998年以降は単学級となっている。 2017年度の児童数は91人にまで減少した。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。中山町にある瀬戸市立祖東中学校に進学する。祖東中学校には小瀬戸小学校以外に、瀬戸市立深川小学校、瀬戸市立東明小学校、瀬戸市立祖母懐小学校が進学してくる。 ありがとうございます。